おたげ王子を探せということで、失礼します。はいはいはい、大川の戦場全然わかんないです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんこんにちは。空のおじごと入学相談室で森でございます。6月ももう終わりまして、もう7月に入ろうとしております。最近すごい暑くて、私も髪の毛をバッサリ切ってしまいました。そうしたらなんとなんか野球少年みたいになってしまいました。エアの男子学生を紹介する企画、この、噂の〇〇王子を探せということで、今回は第3弾となります。前回のボイパ王子を見てくださいましたでしょうか。まだ見てないよという方は下の、リンク欄からぜひ見てみてください。今回の第3弾の企画として、エアのおたげ王子を探せということで、男子学生を紹介したいなと思います。行ってきます。はい、ではですね、噂のおたげ王子、この教室にいると思いますので、覗いてみようかなと思います。やってますね。はい、ちょっとじゃあ中身見てみようかなと思います。失礼します。はい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 、あなたが噂のおたげ王子で間違いないですか。そうです。はい、ありがとうございます。じゃあこれからちょっとインタビューしてみようとしてみたいと思うんですけども、まず自己紹介お願いします。トラベル観光課2年の白井です。はい、ありがとうございます。今はどんな勉強をしているんですか。今は旅行とか観光の勉強で、10月に向けての国家試験に向けての勉強してます。はい、ありがとうございます。おたげ王子として、おたげ今やってたと思うんですけど、おたげを始めたきっかけは何ですか。YouTube とかで動画見ててかっこいいなと思って始めました。おお、はい、ありがとうございます。ちなみにですけども、好きなアイドルはいますか。いや、好きなアイドルとか特にいない、いないです。好きなアイドルがいない、はい、あ、そうなんですね、はい、そうですか。はい、わかりました。なんで、あれ、なんでおたげを始めたんですか。おたげってなんかアイドルとかのイメージが強いと思うんですけど、やっぱなんかこのおたげとか一つなんかダンスみたいな感じの。なるほどなるほど、はい、多分皆さん、私もそうなんですけども、おたげやってる人イコールアイドル好きみたいな、そういうイメージではないということですよね。ということは、おたげイコールスポーツだと、そういう形で間違いないですか。そうですね、そういうことですかね。そういうことです。はい、おたげイコールスポーツだと。はい、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっとこれからですね、白井先生から、おたげの技をちょっと教えてもらって、一緒にちょっとやってみたいと思います。